お世話になります、ひとりでございます。4月1日になりまして、月が変わりましたので、イベントレイド変更と思いきや号外レイドっぽい感じのが始まりました。今回はその情報を共有させていただきたいと思います。おそらく今回はエイプリルフールネタ的な感じだと思いますが、捕まえられないコイキングが登場しているとのことです。いつもレイドが更新する9時くらいに私もこの情報を知ってたんですが、今日だけでまた何人が倒すとなんかもらえるとか、そういうのがあるのかなと思ったんで、ずっと公式サイトとかの情報を待ってたんですが、一切公式の情報出てきませんでしたね。公式の情報とかってだいたい午後2時とか3時とかそんぐらい出るんですが、そこまでねずっと待ってたのに、情報もう待ちきれないので動画撮影しちゃってますけどね。でエイプリルフールのやつなのに全然話題になってないし、公式もつぶやかないしで、ちょっと何の意図あるかちょっとよくわかんないですけど、とりあえずやっていきたいなと思います。まずやり方についてはいつも通りね、不思議な贈り物からワイルドエリアニュース必ず受け取っておきましょうという感じですね。はい、受け取りましたと。これでいきましょう。で、出現する場所はね、いつも通りどこでも出ると思いますので、やっていきましょう。適当にここ出そうかな。はい、ここを見て、あ、いきなり来ましたね。これちょっとやっちゃいましょうか。4つ星ですが、いきましょう。このポケモンを捕まえられませんがよろしいですかみたいな出ましたね。今ちょっと止められなかったですけど、だからやっぱり捕まえられないということで。でもさ、ほんとこれコイキング普通のだよね。多分金色とかでもないよね。別にまあ捕まえられないから色なんかどうでもっていいんだけど、それで何の公式からのアナウンスもないっつったら、もう誰もやらないでしょより誰もやらないよ。いつもの色違いでさえもうやってる人あんまいないと思うのに、どうなんだろうね。ちょっとポケモンがこのソフトいなすぎなんで、バドレックスできちゃいましたね。ブリザードランスなんて初めて技使うわ、この技。はい、やっていこう。うわ、バリア1個かよ跳ねるしかやってこないの。しかも何も起こらないしマジ相手弱いんだ。別に強いってわけでもないんだ。え、マジでこれ何の意味があるの。本当にネタ的な感じだけど、ネタにしてはさ、なんかちょっとインパクトがあんまり強くないような気がするんだけど。てかもう一瞬で倒せたし。あー、で消えちゃったね。もちろんそりゃそっか、ミュウツーと同じような消え方したよで、アイテムはやっぱ普通っすね。クソほどほど普通だわ。でも平凡だ。四つ星で経験アメール3個、ダイマックスアメ1個、鎧鉱石1個、マックス鉱石1個と、大きな真珠1個と、ド普通だ、ド普通。なんじゃこりゃ。え、じゃあちょっとこれ日付変更バグやってみます。じゃあちょっと出るまでもう一回やってみましょうか。もう戦わないけどね。はい、ここで、いや違うね。おいおい、何紫出とんねん。は、おい、ちゃっちゃと出てくれ。おい何また紫出てんの。ちょっと待って、なくなっちゃうよ。なんで運悪いのこんな。コイキングすら出せないっていう出る確率低いの。え、マジか。え、マジなくなんだけども。うわ、なくなっちゃったじゃん。おい、ふざけんなよマジ。ちょっとここで日付変更バグしてワット稼ぎますワットないんすよ、このソフト。別のソフトだからメインロムじゃないからさ、ちょっとごめんなさい。願いの塊3個買って。マジかよ、本当に時間かけたくねえんだよ。渋すぎでしょ確率。また貯めないと。俺何やってんの今。このゲームポケモンじゃないよね。はい、追加で4つ買おう。マジ？そもそも出ないっていう、ひどすぎる。え、出ないんだけど。え、これもしかしてコイキングあんま出すぎたらうざいから確率低く設定されてるってことかな。こっちの方が尺長くなってるわ。なんならまた日付変更バグしないと。はい、また4個購入しましょう。はーい、いや出ないのマジでふざけんなよ。なんでこういう時だけ紫出んのマジで。いや色違いぐらい出ないだろこれ出なすぎマジで。もう怒りを通り越して笑っちゃうわ本当に。どんだけ運悪いの私。私ゴミ人間だわ。ゴミにもなれない塵人間だわ。塵にもなれない塵かす人間だわ。しかもまたなくなっちゃった。ひどすぎる本当にこの運の悪さ。え、もしかして願いの塊入れたら出てこないとかそういうパターン。こういうとこでしか出てこない。いや違うか。違う。はあ、いないよね。はい、ということでもうやめていいっすか。もう1時間ぐらいこれやったんすけど、マジで泣きたい。もうこんなクソみたいなことに時間費やしてしまって、しかもそんな大した検証目当てじゃなかったのに。
あと1回やろう、あと1回やろうがもう永遠と続いてもう終わんなくなって、結局出てこなかったですね、コイキング。多分他のイベントレイド系も多分出てきてないので、多分ね、えマジで意味が分かんないです。まあそれなんか情報知ってる方いたら教えてください、逆に。ということで今回は捕まえられないし、そもそも出てこないし、出てきても弱いし、報酬も大して良くないし、話題にもなっていないコイキングの情報を紹介させていただきました。まあ今回ねコイキング出てきたところで日付変更バグやろうと思ったんだけどできなくて、このレイド私の中では超話題になりましたわ。え、こんな素晴らしいレイドが小池？ん？愚策だろ。